するしない。どうも、日向愛子です。今回は新企画、麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考を全て皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。さあ、では何3曲マロチョフさんの親番ドラロースといめんね、ドラロースはい、はい、いいピンから一つも切りでしたね。一つも切り嬉しいね。ずっとつも切ってほしいな。気持ちが重なったで、はい、シャーチャー。こうなると一応ね、フラウキあるし、まあ本当はね、トンバじゃないからトンじゃなくていいんだけど、あと噂のラス前ですからね。まあ噂だったの。いや、でもまあラス前ぐらいでちょっと気にするかなって言ってたじゃないですか。あ、そういう意味ね。まあ、はい、もちろん気にしますね。まあこれは正直ラスが一番近いんで、はい、3なら嬉しい感じになってきましたでうまくいって2を取りたいね。8200点。もちろんね、ルール的にはトップが偉いんですけど、こう満貫しか上がんないぞってやると余計深みにはまるんで。そうですね、来た手を自然にまずね、そうそう、まずね、上がる手順が大事。そこそこよ。一品の後に発動ね。いつも言った通り4品3品はなさそうですね。うん、ルーピンもつもぎりだってね。いやね、どうしたんでしょうね。まだ分からん。嬉しい、ありがとうこんなに感情出るんですね。いや、もうやってさすがにね、あ、RT だったらもう、いやでもただ持ってきた時このぐらいになりました映像で結構確認できますね、それ。で、はい、まあ孤立孤立、うんうん、パンパイで切る候補3種類ですね。うん、これはね、もうさすがにこうね、二度置きがあって、うん、連辺にくっついたところでこれをさらに3面積にっていうことが、ね、ドラ分けだと少なそうなんで、そう、少なそうなんで、うん、からいきます。3度引いたときは一応まだ選択、これ次は泣かない、泣かないですよ、ね、泣いたことがない、はい、終わったし、はな、あ、さ、立つだな。なんてか手出し。なんて出し。ね。トップ目ですからね。うん、そうですね。じゃあ、立て出しの後親が嘘手出し。嘘。7票き今もう切るって怖いですね。いや、たださっきも言ったけど、さっき昔、さっきっていうか昔に運は早い時に、まあ2378ならあるねっていうのと同じで、これもちょうど2378だったら。まあ、切りやすいんですよね、上下にね、上下に特に、はい、まあ、2サコだったらローソー受けがあるから、うん、まあちょっと切りたくないんだけど、578だったら、うん、まあ、ローソー受けれるし、まあ結構切ってもおかしくない、うん、にしても578だとしても5を切ってローソー引きからの2面図を見てないってことはやっぱ怖いですよね。足りてそうですね。足りそうに見えますよね、うん、まあ、それかチート含みだったりとかもあるかもしれないけどね。統一点かもしれない、まあ、何せよ、あ、ない、チェックはしておきましょう。要チェックや。はい。で、つもぎりでしたね、カプチャ。ありがとうございます。確認。うん。まあちょっとずつ。目いっぱいに構えてくるんですか。そうですね。ってなると、まあ、ここかここですか。そうですね。今回は一応これ重なったらね、うんうん、残球コース見えるん で、ね、こっちにしましょう。うん、なるほど。残像。あ、何の後は基本つもぎり。さあ、ドラ表の後の矢は何を切る。もぎりのトン、はい、ね、内部情報出てきませんでした。ね、あれ出しちゃって変だもんね、うん、ドア表の後トンになってね。リャンピンが出だし、ルーピンつもぎったのにリャンピン手出しは、まあ変則ってで端に寄っているかもしれないけど、やっぱさっきも言った通りこれの近くを持ってる、まあ、近くって EP かすみしかないんだけど、うん、ここのがちょっと多いかな。ただ手役狙いでね、リャンピンのくっつきのが嬉しいパターンは、うん、まあ、例えば南極前のね、純ちゃん含みというかちゃんと含みの手配だったらありえますね、うん、その場合は、まあ、ピンズまだ5からしたら何もないことになるんですけどね。なるほど、うん、ちょっとまあ次の手出しがないとわからない。嬉しい、ありがとう、もう大チャンス来ましたよ。一気にね、高くなるチャンス。こうなると、はい、こっちが2度受けなんで、うん、このポンテは取りますね。あ、取るんですね。漫画にしたいけど、はい、したいけど、それはなんていうか不自然なするというか、うん、探求の両面転廃を拒否してまで二度受けでね、満貫を積もりに行くっていうのは、それやろうとして、例えば、うんうん、あの、神ちゃんのね、彼が上がってしまって、ラスになるとかが、最も最悪なんで。これ、もし、オーラスだったらどうなんですか、はい、オーラスだったとしたら、マンツモで一着順アップか。はい。だとしても、やっぱ同じかな。あ、そうなんですね。無理して、着落ちが、どっちかというと、下の方が近いからね。
結構4着を取ることの方が悪みたいな感じですか、うん、いやだって4と3と2は全部2万点の差、まあ、絶対的な差はあります。いや絶対的な差じゃなくてじゃないんですか、うん、だから3から2に上がっても2万点、うん、下に落ちても2万点同じ距離感なわけ、うん、だから現状はじゃあ2に上がるのとね4に下がるのでどっちが近いですかって言ったら4が近いでしょ、ね、はい、だから無理しない。これが2の方が近かったらちょっと無理するし、トップの可能性があれば超無理するよ。トップに上がったら、あ、そっか、もうトップの方がもうとっても偉い存在に今ポイント差の、うん、違う、ルールルールルールが、これは RTG ルールだから、うんうん、トップを取ると2万点プラス2万点もらえるでしょ。トップはまあ可能にプラス50なわけじゃん、うん、で2着がプラス10、3着がマイナス10、4着マイナス30なんだから、今自分もマイナス10にいて、うん、これをマイナス30になるかプラス10になるかは同価値でしょ、うん、差は一緒一緒、うん、一緒だからこそ距離が近い方をケアするじゃん。だけどトップだけが死ぬほど偉いから3から1になるのは、何点得するんだ、60得するよね、うん、ね、違いますもんね、他の差と。そう考えるとそこが狙えるなら、うん、ラスに落ちるリスクを負います。でもラスに落ちるリスクを負って1個上がるっていうのは、はい、うん、そこまで得ではないさほどってことですね。そういうことですよ。あ、 なるほど。なのでこの今は2万点ずつを大事にして、いやだからこれ大事なのは、はい、その打ってる時のあの場所というかルールと、そう、そのこれだったら RTD リーグだったら普段はリーグ戦じゃないですか。そうですよ、何回も打つ、そう、何回も打つパターンの時の判断と、うん、じゃあそのワンデーだったり、そうそうそう、同じルールでも何回で上何人しか行けないよとかのパターンでも判断は違うし、そういうことですね。また1回勝負で上位2名が勝ち上がりってシステム多いじゃない、最強戦とかはそれしか狙わないよ、ね、だったらそれしか狙わないですから、そうそう、今回はその RTD リーグに沿った打ち方と、ね、うん、1個でも着順を上げる、うん、1個でもっていうところが大事ですね。着順を上げる、上げるっていうか上の着順を取る、はい、トップがいいけどトップがダメなら2着、2着ダメなら3着、感じダメならガス、ガスがダメならちっちゃい、リーグ戦の打ち方、はい、ということです。ということで今の瞬間は出たらポン点を取りますよ、はい、ということでした。なるほどね、すいませんね、長々と待たせて、いやいや、すいませんでした。はい、切ります。はい、お願いします。でもすごいその場にあった判断って毎回同じじゃないですもんね、うん、ないですよ、今ペイ出してしたよ、あれなんとペイのね、ペイ茶ですけどね、ペイ茶だからね、 EP はつもぎでしたね、ドラヒョウ切った後ね、つもぎりつもぎりですね、うん、ンピン手出しの後にパーピンも手出しだって、まあだこれで両方ともくっつき方だとしたらやっぱり端に寄った手配だよね、うん、まあ、それか258があって強いヤンメン作るには確かにウーピンにくっつきよりも7とか3くっついた方が強いんだね。だからもしかしたら両方孤立だった可能性もありますけど、やっぱどっちかというとなんかそのそばこれだったら9ピンとか持ってそうで嬉しくないね、そうなるとね。1ピンはなんかパッと見持ってなさそうに見えるんで、くっつきでピンズないパターンもありますね。そうだと嬉しい、かなり上がりそう僕にとっても、そう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 、その人以外わかんない、お、想像伸ばしちゃうなんてね、無理です、しないんですよね、あ、しません、しません、これは無理です、もうこの石なんてなかなか変えれないです、うんうん、ウッパーソー引いたら嬉しい、はい、なので数層が来たんですね、はい、G 層じゃなくて手出しの E1、 うーん、これまだわかんないですよね、わかりづらいね、端っこと、ね、自分の制約に関わるの切っただけですからね、もうねずっとつもぎだからもう全然わからない、まあ、もしかしたらイーシャンテン入ってる可能性もありますね。でこれヤンピンもパーピンも手出したのにハク手出した、やっぱねちょっと変則の匂いがするね、変単品とかじゃなそうだよね、ないですね、じゃあ貼っちゃえ、あ、嬉しい、お、これチートイツもイーシャンテンだし、はい、イーペイコツだし、こうなるとね、うん、急に本店の残機はもったいなく感じるよ、ね、そうなんですよ、ね、実はいやこうなったらもう泣かないです、だってそうなんです、さっきまではサブローキューピンの3種しかテンパれなかったのに、うんうん、これによってサブローキューピンがのウーチーパーピン、うん、6種類になったわけだから、一気にまだ土地もね7種一気に増えたから、 あと打点もそうでしょ、はい、だからこれは泣きません、うん、もう泣きません、あの時とはもう違うんですね、違う、この一巡でも変わりました、泣かない、私泣かない、だから本当臨機応変ですよね、マージャンは。これはね、もしかしたら安牌候補だった可能性はちょっとあるんですけどね、うんうん、はい、来た、これやっぱ嘘でイーシャンテだったらね、こうなっちゃうね、あ、しかも E1 手出しリーチだった、
これはまあ E1 は絶対関連牌なんですけど、はい、だとしても読めません。分かんないですね。まあ、ニャンカン引いたかもしれないし、肥満3万減ったかもしれないし、何せここでもうあまりにも牌のないイシャンテだったことだけは間違いないんで、さすがにくっつきないイシャンテってことないでしょうね。ドラのドラ表記ってね、E1 に3色とかあるかもしれないけど、さすがに老僧引きのね、テンパイ逃したくないじゃん。そうですね。だからそれこそ578とだったら、それくっつきないイシャンテじゃないからね。なので、やっぱ E1 は関連牌。はい、いろいろ思ったところでです、うん、ですよね。です、はい、いきますよ、うん、なるほど。こいあーリーチの一発目。ただもうこれを切らないと僕はもう上がれません。いや上がれるかもしれないよ。でもここは男村上でも打ったらラスですよ。まだわかんないじゃん。まだ2曲あるんだから。オーラスだったらどうなんですか。オーラスでも切るでしょ。あ、そう同じなんだ。うん、まあだから多分チューンが通りますよ。そうなんですよ、安牌ありますよ。だけどもだけど、マンガンかハネマンのイーシャンって言うんです、うん、難しいですね。さっきあんなにラスは僕は嫌ですってなったのに。ピン図ね、うん、E ピン以外の、はい、ヤンピン、サブローピン、スッチピン、全部です。ピン、ピン、そう、5種類、うん、筋がありますよ。2から9まで。で、ウーソーで分断されてるからちょっとね、ソーズはまだ実はイスソロキスト以外はあんまない。あんまりないですね。あんまりない、うん。まあ一応レアケースね。まあ一応ですね。嘘で両面固定あるけど、多分もう3枚目らしい低い。だから2筋にしよう、そうそう。はい、で、マンズも5筋あるよね。5+5+2=12。で、これはヤングワンとウッパー両方当たるから、12分の2になっちゃう。そうですね。だから6分の1よ。6分の1、はい。6分の5を取るんだよ。あ、ポジティブ。そうでしょっていう風に思って切るか弱気にこうなんですけど、これ切って輪にくっつけて最後ね、ウッピン切って上がろうなんて確かに良すぎます。そうだね。これ諦めてノーリスクで勝てることなんてないんですよ。そう、いいこと言った。これがもし当たっても僕は後悔しない、うん、分かりました。自分が後悔しない形と打点で戦えて打つんだったらもうそれは切ろうってことですね。そう、こんなに長くないんだから、はい、これはリーチ来た、はい、ドラえもん切ろうみたいなね。ちょっと分かんなかったです。ほらドラえもん通ったよ。またチーだった。サボらない人だね。タイムちょっと何言ってるか分かんなかった。だからそのぐらいの気持ちだから、あんまよってこと、ね、危ないウワンだと思わずドラえもんって思えば切れるでしょ。ということよ。から、うん、かんちゃん泣いてきましたよ。泣いてトンって出したって。トンは完全に安牌として取ってるからね。うん、だとしても、これね、このテンパイ、ここで入って立ってればスーパーレアケースね。で、今、リャンウワンとウッパン通って、スッチーワン通ったんですよ。マンズが2種類になっちゃう。2+2+5、今9分の1です、うん、でもまだ9分の1さあ、え、あと親の一着面のリーチに対して、はい、一発消しもあるんですか。パターン的にありますね。あ、うん、もうなんかそうぐっちょんぐっちょんだったらとりあえず食ってぐちゃぐちゃ、ね、うん、そうどうせさ数はもろはもうそんなにアンパイじゃないから、うん、とりあえず食っといてだらだら降りようと。一番競ってるし、うん、あいつがってことですね。しかも俺どう見ても言ってくから、うん、中谷さんが次パーンリーチしてやり合ってくれってね。だったら自分的に払わなくていいかもしれないですね。俺がもし勝ってくれたら最高っていうね。今ね、下茶の方の期待に応えるべくいきますよ。村上応えます。せーの、はい、はい、あ、ね、あ、ちょっと危ないね。大丈夫そうですか。でもしょうがない、ちょっと危ないけど行く。でもウーワン取って E1 全部見えですから。でも E1 プラスリーチだからヤンワンのシャンポンとか ね、うん、全然あるよね。シャンポンだけになりましたね。でもね、まあ、でもカンちゃんはないから。行きます行きます、うん、今のところまだ9分の1ですよ。でもね、こんなに数字で考えるとなんか、でもそうじゃないといけないでしょ。そっか、ほら来た、あ、来ない、通ってる。嘘つきじゃないですか。うん、いや、これ泣きそうじゃん。これ何でもいいんだこの辺。ねえ、なかなか引けないですね。ねえ、よろしいでしょ。いや、イスソ通っちゃった。こういうの嫌なんだよな。こういうのイスソか6キスであれとか思ってたんだけど。じゃあダメじゃないですか。ねえ、まあ分かんない、まだ6キスかもしれない。でもこれで8分の1になります。いや、もうピンズがだいぶ濃厚ですよ。8分の1、いやー、通ってない。今8分の1ね。そうですね。で、しかもこれはサブロー1とロッキー1で2筋。8分の2は4分の1。でも行くんですか？難しい。これさっきの1よりもこっちの方が難しい。じゃあさっき12分の2じゃん。そうね。6分の1じゃん。そうね。圧倒的にね。一気に4分の1ですよ、うん。だいぶアップ。パーセント。ただ、さっきは1にくっついたら復活できたけど、うん、これも結構きつい。はい。なのでくっついても振り点ですしね。ね、同じの引かない限り。ということで、い、うん、っちゃおう。おお、戦うんですね。だってドラドラのイシャンテ、こっちとらいきますよ、うん、せーの、ほい、
ほら、どうでしょう。意外と通るもんですね。だからもともと当たる方が難しいんだから。いや、でもロンって言われても後悔しない。そうね。そう。確かに。そういうこと。はい。で、なんなら次にどんどん危なくなって、うん、今さ、もう8から6、うん、やった。やったのか。ウーピン通りましたよ。スーピンがすげー危ないじゃん。とりあえずさっきはでもスーピン通りそうじゃないですか。さっき今8分の2って言ったよね。はい。ってことで今2筋通しちゃったから、うん、今もうほぼ6分の1になりましたね。で、ウーピン通ったから5分1。毎回その数字出されるとちょっと難しい。いや、でもそう考えないと、はい、押し引き決められないから、うん、で、これ5分1まで切って次どうするかですよ。これは筋これあ関数はあるね。あるけどまあさっきねよりはちょっと安い。3、5のですね。そう、1、3、5はある。ああそしたら嘘を先に切らないでって思いながら、しかも管理合わんのがいい街じゃんって思いながら切る、ね、通るもうより濃厚。でもこれ結構いけそうじゃないですか。瞬間起こるかもしれないし。ダメなんですか。え、ワンチャンスだけでしょ。危ないじゃん。通ったよ。いや、ただもうやばいぜ、はい、だって やばいぜ。ルピメドって5分1になったのに、はい、まあ、スチビド4分1で4分1、はい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 、やばいですね。6球層ラメならね、これちなみに南部1っていうのは両面ならの話です、うん、両面なら6球層。いや、もともとね数え方は両面 としたらですね、両面だとしたら18筋って話なんで、うん、具形も込みだと、まあ、そこまでねさらに当たらないから、うん、さっきからずっと突っ張ってるわけですけど、うん、で今これでピンズが結構通したけど、むしろじゃあ意外とチピンパーピンも危ないんじゃねみたいに逆になるよね、うん、両面が通りすぎるとね、可能性は通ってる。ラムさん全然ここ全然弾けないじゃないですか。お前だよ、なんだあの人邪魔された感じだね。食い取られてんじゃねえ、いっぱい。ちょっと可能性ありますね。あるよね、はい、手出しいっぱい出てますからね。ねえ、もうすでにあんま見てないけど、むしろここはちなみに上がってもらってもいいやと思ってるんで、うん、今ちょっとあまり気にしてないですね。そう、まあ、なかったんですけど、うん、本来はちゃんと見て、うん、ねドラタンやドラさんの可能性とかを考えなきゃいけないんだけど、まあこうね、でも今回自分がね、そういうことですよ。なんなの中身さん、ちょっと邪魔されてんじゃないの。でも私積もったら流れてるかもしれないもんね。そうですね、そうですそうです、ね、あーちょっと積もった怖い。ていうかすごいね、本当にね、危険なもんですね。これでももう、うん、泣きます。ん、これも泣きます。あ、これ逆に難しいな。でも泣くか、さすが泣こうね。ほら、張った。なんだよ、あ、通ってないよ。でも嘘が1、2、3、4、通りそう。まあ、ほぼ不景だけですか。ほぼ通る、はい、3色だったら言い訳がないから1、2、3がない。うん、ないです。はあるけど嘘2枚っていうか、これでは降りれないよ、いくらなんでも。はい、当たっちゃった。でもこれは降りれない、これでは降りれない。リャンペイコーだって。高い。はい、いや、これはでも悔いなし。これは悔いなし。はい、あ、こう久々にリャンペイコ見ました。そうだね。じゃあやっぱ入り目関数ワンなのかね。すごいね。そうですね、数ワンじゃないと入り目入り目も切って当たり半分来ちゃったじゃん。そう